はい、皆さん、翔太です。本日も一般的な世代からの秘密や可能性を短縮紹介させていただこうかと思っております。はい、こちらなんですけども、膝腰に負担のかからない歩き方について紹介させていこうと思っております。歩くと腰が痛い、膝が痛いって方結構いると思います。そういった方はですね、実は体のあるパーツ、ここがですね、うまく使えていないって方が、もうかなり多いです。そこをですね、今回は紹介していけたと思っております。前半ごとのボードで紹介させていただいて、後半ですね、実際にじゃあ膝腰に負担のかからない歩き方ですね、具体的にやっていこうと思いますので、最後に見ていただければと思っております。では、始めていきます。はい、膝腰に負担のかからない歩き方についてで、ね、紹介していきます。こちらが負担のかかる歩き方の方で、こっちが負担が少ない人ですよって形になります。じゃあ負担の大きい人ってね、どんな特徴があるかというと、まあ、ざっくり言うとですね、もうブレが大きいんですよ。まず上下のブレですね。こうドスドスドスってブレているような形になります。これなんでよくブレるかっていうと、こう接地ですよね。足をつく瞬間に、すごくこう膝折れが起こってます。ガクンって膝折れが起こるんですね。これまあ起こってしまう原因としては、この前ももで設置してるからなんですけども、どうしてもこうブレーキをしつつ前に進もうと思うと、このブレーキをね、抜かざるを得ないんで、どうしても膝がこう崩れるんですよね。この膝が崩れるような現象が起こります。で、もう一個まあ骨盤周りですね。ここもグラグラするので、まあそれも相まって上下に、ドテ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 と、まあね、言ってしまうと、細かいジャンプしてるみたいなやり方になるので、どうしても負担がかかりますよと。しかも、横にも結構大きくブレるんですよね。横にも大きくブレて、まあ、これ特にこの骨盤周りですね。骨盤周りが止まらなくて、横にこうグラ、グラ、グラ、グラって動いてしまいます。それによって、お尻の筋肉が痛くなったりとか、腰に負担がかかったりっていうような形になっているので、膝、腰に負担がかかっている人っていうのは、このブレが大きい人ですよっていうのがまず大前提になっております。じゃあ負担の少ない人は、まあ、それの逆なので、ブレが少ない人ですね。横から見ると上下移動が少なくてスーッと進んでる。前からいても横ブレが少なくてスーッと進んでいくと、膝、腰に負担がかかりにくいですよっていう形になります。じゃあ、こうするにはね、じゃあ一生懸命ブレを少なくしようと思って歩けばいいのかっていうと、そういうわけじゃないですよね。一生懸命なんとなくブレんとこうと思って歩いたら、今度はいろんなとこ固まっちゃって余計にまたブレたりとか、逆に意識してもこのブレを止めれなかったりとかすると思います。じゃあ何が必要なのかというと、ここなんですよ。この腹圧ですね。腹圧のうちではね、もうちょっと精度高い時は腹圧のボールって呼んでるんですけども、上が横隔膜ですね。横が腹横筋、まあ背筋ですね。下が骨盤底筋からなる、お腹の中にボール状の構造を作るっていう機能になります。で、これがあるとですね、実はこの接地の瞬間の膝折れがめちゃくちゃ減ります。っていうのも、もも裏の筋肉が働き出します。まあ、これ骨盤が安定することによって、もも裏で地面をずっと蹴ることができるようになるんですね。そうすると、接地の瞬間ももも裏が効いて、この前ももでブレーキかけながら、ブレーキを抜きながらまで進むみたいな動きがなくなるので、上下移動がめちゃくちゃ減ります。で、また骨盤が安定するので、横の側方移動も、こうブレもね、少なくなってきますので、横ブレも減ってくるって形になります。なので、この、腹圧のボールですね。ここをあるかどうか、お腹の感覚をちゃんと持ったまま歩けるかどうか、これがですね、この上下移動を減らし、横のブレも少なくして、膝腰に負担のかからない歩き方になる。まあ、ここをですね、しっかりと覚えていただければと思っております。はい。そしたらですね、じゃあ、どうやったらお腹を意識して歩けるのか、ここについてね、具体的にやっていこうと思います。はい。そしたらですね、実際にやっていこうと思います。まずですね、膝に腰に負担のかかる人とかかんない人の違いをね、少しおさらいしたいと思います。膝の負担のかかる人っていうのは、前ももで歩いてて、膝を前に出して、この時に接地の瞬間にこう、ガクンって崩れるんですよね。こうやって、こういう感じで崩れます。まあ、ここまでの大きさじゃなくても、こういう感じで、こう、膝がカクン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 って、こうやって、こうなる人ですね。こうなる人っていうのは、常に膝に負担がかかってしまいます。で、また、横から見ると、この骨盤ですね。ここも横にずれるので、こう、ぴったりとこういう感じですね。横にぶれてしまう人っていうのは、腰にも、膝にも負担がかかりやすいですよって形になります。逆に、負担がかかりにくい人はどういうことかというと、この接地の瞬間に膝の崩れが少ない。まあ、もちろんちょっと起こるのは正常なんですけども、まあ、ももらが効いてスーッとまっすぐ歩けるですね。スーッとまっすぐ歩ける人は、負担が少ないですよ。で、前から見ても歩いてる時も、この横のズレが、こう、ズレないで、スーッといけるかどうかですね。と、負担が少なくなりますよ、というのが、基本になります。はい。そしたらですね、これをするには、じゃあどうすればいいかというと、お腹なわけですよ。お腹の腹圧のボールですね。お腹の感覚があって、骨盤が安定すると、
横のブレも少なくなるし、設置の時に摩耗が効くんで、こうやって崩れる必要もなくなりますよっていうのが、まあ一つ方向性になります。で、お腹をね、じゃあどうして作ったらいいのか。これ作る方法ね、本当にちゃんと作ろうと思うと、結構いろんなトレーニングしないといけないので、それについてはですね、イディの動画で紹介してるんで、まあ、そちらの方コメント欄貼っておきますので、深くやりたい方はそちらを見てください。で、今回はですね、もうできるだけね、もうすぐできる、めちゃくちゃ簡単な、一つのコツですね、お伝えしようと思います。で、そのコツは一体何かというとですね、走るイメージで歩くことです。意味わかりますね。何言ってんだってなるかもしれませんが、走るイメージです。気をつけてくださいね。早歩きをしろっていうわけではないです。これ違うんですよ。早歩きをするわけじゃなくて、走ってるイメージですね。こうダッシュしてるイメージを持った状態で歩きます。それはまあただ普通に歩くだけです。走ってるつもりで、ゆっくり歩きます。これまあ、最初も早歩きでやってもらっても全然いいんですけど、走るイメージを持って歩くだけ。これだけですね。これ、するとですね、走る、そのイメージを持つときと、じゃあ普通に歩くときと比べてみてください。そうすると、お腹に力が自然に入りやすくなる。うーって入れたりとか、お腹パンパンに膨らますよみたいな感じじゃなくて、自然にお腹に力が入る。しかも、横ブレと縦ブレが減るっていうことが起これば、うまくできてます。これ、何が起こってるかというと、実はこの歩きながら、腹圧のボール入れるっていうのが、実は結構難しいんですよ。ゆっくり歩いてる時って別にこう真ん中安定させる必要がないのでもう構えちゃうわけですね、いろんなところで。ただ走るってなるとある程度力が入らないと走れないので、イメージするだけでお腹を安定させようと脳がするんですね、自然にするんですね。それを使っております。なので走るイメージをして頭に体に今から走るぞみたいなちょっと騙すわけですね。そうするとお腹が準備します。で、準備するんでその状態で歩くといつもよりも真ん中が中心が安定して、縦ブレが少なくなる、横ブレが少なくなるってことが起こるというメカニズムになっております。いけましたでしょうか？もう本当にね、全然スポーツやってる人やってない人は限らずですね、ちょっと走るイメージしてあげるだけで、全然動きがね、変わったりしますので、ぜひね、一度やっていただけたらと思っております。はい、ではね、今回はね、コメントさせていただこうと思っております。ゆるむセンテンスで Twitter にするもやってますので、そちらもチェックフォローよろしくお願いいたします。またですね、オンラインスクールの方も営業してますので、体の秘密が知りたいなって方はですね、また、概要欄貼ってますので覗いてみてください。まずね、ゆるむセンテンスは大阪にありますので、まあもちろん歩く練習とかもしてますけど、普段はですね、走ったりとか、スポーツのパフォーマンスを上げるノウハウについてもね、いろいろ、紹介したりとか、施術したりとかやってますので、興味のある方は一度ご予約いただければと思っております。はい、ということで今回はこれで終わりにしておきます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。